ミッチ・トーマス・ケラーは、アメリカ合衆国アイオワ州、シーガー・ラピッツ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のピッツバーグ・パイレーツ所属。相性はケルズ。2014年の MLB ドラフト2巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、6月14日に契約を結んだ。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・パイレーツで、プロデビュー。 9試合に登板して防御率1.98、29奪三振を記録した。2015年はアパラチアンリーグのルーキー級ブリストルパイレーツでプレーし、6試合に先発登板して0勝3敗、防御率5.49、25奪三振を記録した。2016年は A 級ウェストバージニアパワーと A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし、 2球団合計で24試合に先発登板して9勝5敗、防御率2.35、138奪三振を記録した。2017年は A-9、ウェストバージニアブラックベアーズ、A 級ブレーデントン、A 級アルトゥーナカーブでプレーし、3球団合計で23試合に先発登板して8勝5敗、防御率3.03、116奪三振を記録した。 オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2018年は、A 級ブレーデントン、A 級アルトゥーナ、トリプル a 級インディアナポリスインディアンスでプレーし、3球団合計で25試合に先発登板して12勝4敗、防御率3.48、135奪三振を記録した。また、7月には、 オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。オフの11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は開幕を AAA 級インディアナポリスで迎え5月27日にメジャー初昇格を果たした。同日のシンシナティレッツ戦にて先発でメジャーデビュー。 洗練されたフォームから90マイルパーアワー台、中盤の速球、スライダー、カーブを操る。ありがとうございます。